民区から変異種の新型コロナウイルスが見つかり、人への感染が確認されたとして、デンマーク政府は、感染者の出た農場がある北部地域で外出制限措置を始めました。対象となる住民は28万人で、飲食店が閉鎖され、公共交通機関がストップしています。ミンクを媒介して変異種の新型コロナウイルスに感染した人は、5つの農場で少なくとも12人に上っているということで、 国内におよそ1700万匹いるすべての家畜用ミンクの殺処分が進められていますデンマークは毛皮用ミンクの生産で世界シェア4割でトップですが今後産業として壊滅的な打撃を受ける恐れがあります一方 WHO 世界保健機関は6日の会見でデンマークでミンクから見つかった新型コロナの変異種についてウイルスの変異は起こりうることだが ワクチンの効果や免疫などに影響するかどうか判断するには早すぎるとの見解を示しています。